スマホ料金4社を比較していきましょう。皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日2021年1月13日に au の新料金プランが発表されました。これはね、かなり安いものになってますので、この後ちょっと徹底解説いたしますが、これによってようやく全てのキャリアが総務省からのお達しを受けて料金を下げたということになってきます。最初の方はね、サブブランド UQ モバイルとか Y モバイルとかでごまかしてたんですけども、ドコモのアハモを皮切りに他のねキャリアも全て値下げをしてきました。まあ楽天モバイルは最初から下げてたんですけども、なので大手キャリアドコモ、au、ソフトバンク、そしてそれに楽天を加えたこの4社で料金の方を比較していきたいと思います。 au はちょっとかなり攻めてるなという印象があるんですが、実際どうなのかを見ていきましょう。またこのチャンネルでは iPad mini 6の噂のまとめや iPhone を大画面で見る簡単な方法などの動画もありますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。はい、それでは早速比較を見ていきましょう。オリジナルの表を作りました。はい、ドン。大手キャリア4社の新料金プラン比較表になります。キャリアのブランド名はあるんで、キャリアのブランド名からいくとアハモ、ポボ、ソフトバンクオンライン、楽天モバイル。これはアハモは NTT ドコモ、ポボは au、 ソフトバンクオンラインはソフトバンク、楽天モバイルはもちろん楽天といったところになってます。そしてここから料金、一番大事な料金の方を見ていきましょう。料金の方はなんとポボ、au の2480円を除いて他3社は全て2980円となっております。 au だけ500円安い金額になってます。これの理由も後々説明していきます。まずはもうちょっと比較表の方を進めてしまいます。で、通信の方が全て 4G と 5G 対応なんですけれども、 au だけ 5G は夏以降から使用可能になってます。それ以外は全て同じと。そして月間データ容量はここはほぼ横並びなんですけども、楽天モバイルだけは無制限で、それ以外が 20GB になってます。で、楽天モバイルは 20GB なんだけれども、パートナー回線だけは 5GB になっていると。そしてこれは4社横並び、完全に横並びなんですけど、1GB は500円で追加できますよというのが月間のデータ量になってます。そしてこの 20GB とかパートナー回線の 5GB とか超えた場合っていうのは最大 1Mbps での通信が可能ですということになってます。一旦ここで全てちょっと説明していきます。まず他と違うところっていうところでは、まず料金ですよね。ポボの au の2480円、500円安いというところをちょっと説明していきたいと思います。これの500円っていうのはポボだけは後でちょっと出てはくるんですけども、電話のかけ放題、通話ですね、国内通話のかけ放題が基本ではついておりません。その分が500円マイナスになっております。なので実はポボも500円プラスするとかけ放題がつくんですけども、そうすると2980円で他と横並びになります。ただし通話かけ放題って言っても、今の若い人ほとんどの人は多分使わないので、これ横並びになるとはいえ選択できるっていう意味ではいいと思います。これ500円足さないと電話できないわけじゃなくて、500円足せば5分以内の通話は無料になるというプランになります。これは大手3社は一緒です。NTT ドコモもソフトバンクも au だけは500円払えばになりますけども、5分以内の通話は無料ということになります。それは何回かけても5分以内なら無料。要は長電話したければ5分に1回切れば一応何回でもできるというところになっている分の500円が安くなってます。これはちょっと新しいですよね。今通話なんてね、 LINE でもいいし、まあインスタだってなんだってできるし、もちろん Apple なら FaceTime でもいいし、 Discord でもいいし、もう何でもね、通話の方法っていうのはいくらでもあるので、でこれで電話が全くできないだったら困ると思うんですけど、電話も可能なので選択できるっていうことはいいことなんじゃないかなと思ってます。はい、というところが月額料金での違いが出てます。あと通信のところでは 5G がその au だけがなぜか夏以降になってるんですけど、まあここはちょっと対応できなかったのかなという感じではありますけど、まあ夏以降に使えるんであればね、特に問題もないのかなというところ。そして月間のデータ容量だと楽天モバイルだけが圧倒的に無制限ですからね。無制限、ただしパートナー回線は 5GB で制限がきます。でそれを超えてしまったら最大 1Mbps になってしまうっていうのが楽天です。これのね、無制限、全然お得じゃんって思うんですけども、この無制限というのは実は罠があって、楽天のエリア内のみが無制限ということになります。ということになるともうほとんどないです、正直。都内以外は楽天モバイルの中になんてそうそう入れないです。順次増やしているんで、まあ増えてはきてはいると思うんですけども、楽天の電波をつかむのは今のところ東京都内がとても多いですが、他のところはほとんどがパートナー回線になると思ってます。なので無制限とはいえど、そんなにこう恩恵を受ける人
人はいないのかなっていうのが実情なのと、ほとんどの方はパートナー回線なので、まあそこまでね無制限って歌う割にはっていう感じはします。でもうちょっと説明すると、この超過護の速度ですね、最大 1Mbps、 これがどのくらいの速さかっていうのがちょっとわからないと思うんですけども、この超過護っていうのは当然この20ギガを超えた場合ですね、3社の場合は20ギガを超えた場合、楽天の場合はパートナー回線で5ギガを超えた場合、この超過護この速度になってしまうんですけども、まあ最大 1Mbps だったら一応 YouTube は普通に見れるくらいですかね。 YouTube は見れます。で大体のことはできるんですけど、やっぱり重いものするとき、例えばアプリをダウンロードするときとか、そういうときはちょっと遅さを感じるかもしれないんですけども、普段使ってるような動画見るだけとか、ネット見るだけ、メール見るだけ、もちろん LINE とかも全然大丈夫、十分できます。やっぱりアプリのダウンロードとか、もし映画とかダウンロードするんだったら、そういうときとかはちょっと重いなと感じる程度になると思います。はい、一旦ここまでが上の方の料金とデータ量の話、ここから通話料とかの話に行きます。そして国内通話料なんですけども、楽天以外は基本的にですよ、5分以内無料というプランが有料無料に関わらず準備されているということ、それと30秒20円であることっていうのが基本的に横並びです。あとは料金についてがちょっと変わってます。というのは、まずアハモ、ドコモとソフトバンクの場合は5分以内無料はもうこの料金内に含まれてます。2980円内に含まれてます。そしてほぼ au だけは月額の500円追加で5分以内無料というプランが追加されます。これが先ほど言った500円足すと2980円になるよねっていう横並びになる500円ですね。そうじゃなければ30秒20円っていうプランでほぼの方は追加料金は取られるけれども電話は使える。そしてアハモやソフトバンクも料金内ではあるけども5分以降を超えてしまうのであれば30秒20円は取られます。そして楽天モバイルだけは専用アプリ使用で無料です。専用アプリで通話をすることによって全て電話自体は無料になる。ただしアプリ未使用じゃやっぱり30秒20円。これはなんか決まりきってますね。これもなぜこの値段なのかわかんないんですけど、一応こうなってます。そしてですね、一応かけ放題ということにもできます。5分だけでちょっと満足できないよっていう方には、これはドコモも au もソフトバンクも全てですけども、月額1000円。もしくはポボの場合は、ちょっと500円足りないんで月額1500円でかけ放題が可能になると。いったところ、結果的には大手3社の場合は3980円で20ギガのかけ放題がついてくるといったことになります。こういった意味でよく横並びと言われているという感じですかね。その代わりその5分以内無料っていうのは au だけは外せる、そして500円安くなるといったところです。そしてね、これどのくらい皆さんがね関係あるかっていうところもあるんですけども、海外通話料としては NTT ドコモが82の国で追加料金なしで利用可能だそうです。私はもうほとんど全然関係ないです。そしてここ au は未定、ソフトバンクも未定だそうです。で楽天は 2GB 分までは追加料金なしで利用可能だそうです。ここをねあんまり注目してる人はそんなにいないかもしれないんですけど、ね、一応得か得じゃないかって言ったらアハモが得になるんですかね、まあ、海外なんかよく行く方は得なんでしょうけど、まあ今はねコロナ禍っていうところもあって海外行くなんていうこともないんでしょうけども、一応お得になってます。そして続いてサービス連携ですね。これはアハモの場合は1000円ごとに10ポイントの D ポイントがつきますよと。でポボの場合は未定になってるんですけど、au ならねポンタですかね、ポンタのサービスに何か連携することがあるかもしれません。それとソフトバンクオンラインの場合はこれは LINE と提携してるので、 LINE のトークと通話とかは容量自体はノーカウントだそうです。なので 20GB にはこの LINE のトークと通話は全く含まれません。まあこれは良さそうに聞こえて、正直そんなにトークと通話で容量使わないので、まあ気にもしないでしょうけど、一応ノーカウントというところにはなってます。よっぽど通話しない限りお得だなっていう領域には達さないと思います。そして楽天モバイルの場合は100円ごとに1ポイントの楽天ポイントがつくのと、楽天市場での買い物でプラス 1% のポイントがつくというところで、まあ少しね楽天で使う分には結構得な時もあるのかなといったところですね。そしてキャリアメール、これキャリアメールに関しては全てありません。まあ楽天モバイルはそもそもないんですけども、ドコモとか au とかソフトバンクもともと持っててこのプランに移ったら今までのキャリアメールはなくなります。なのでこの辺はちょっと気をつけてくださいと言っても、キャリアメールをねもう使ってる人っていうのは多分ほとんどいないと思いますので、昔からこれに使ってるよっていう人も確かにいるとは思うんですけど、そういう方もねもうフリーメールとか、まあ、一番は G メールですかね、 G メールとかに移してしまえばいくらでもこの他社に移れるので、その辺今後も考えるとそうしといた方がいいと思います。こういう風にキャリアメールっていうのはなくなっていくと思いますので、そもそもメールをねキャリアで制限するっていうところが不便だったので、一回乗り換えてしまえばもう何ともないので、私はもうだいぶ前から G メールに統一してるんで、いくらでも好きな会社を選べるといったところ
ところです。そしてその他特徴として、これはね au さんがすごく面白いです。さすが後出しで出してきただけあって面白いんですけども、アハモは特にないかなといった感じで、ほぼ au はちょっと最後説明します。そしてソフトバンクオンラインもまあさっきのね、LINE がノーカウントっていうところは特徴かなとは思いますけども、そこまで得じゃないかなと。楽天モバイルに関しては月額908円払えば国際電話がかけ放題っていうところはあります。まあこれもね国際電話なんで、どこまで該当する人がいるかっていうのはあるんですけど、一応こういったプランもありますよ。でほぼこれがちょっと面白くって、なんとですねその日200円払えばデータがね24時間使い放題だそうです。これちょっと良くないですか。なので2480円で普段は使っていて、まあデータも 20GB 使えるんだけど、今日は休みだからいっぱいデータ使うんだとか、外でモバイルのデータがたくさん必要になったとか、今あのオンラインゲームをダウンロードしたいとか、今日はオンライン授業になっちゃったから200円払ってデータを使いたいだとか、そういう時に追加で200円払えばデータが使い放題になるんですよ。この仕組みをちょっとね au さんではトッピングと呼んでいて、この200円もそうだし、さっきの500円もそうなんです。このトッピングのうちに入ってました。なので今月は500円払ってかけ放題にするとか、今日はちょっと200円払ってデータ使い放題にしたいとか、そういう使い方ができるんですよ。これはね結構いい気がしました。私も今 au でね 5G ちょっと使ってみたいんで 5G のプラン契約してますけども、毎日が毎日データをねいっぱい使うわけじゃないので、使いたい時に、例えばやっぱりね土日なんかはね外でちょっと Mac 使いたいなっていう時とかに200円払えばテザリングとかでもデータ使い放題になる。これは結構嬉しいですよね。あ、そうそう言い忘れたんですけど、この日に200円払うデータ使い放題はテザリング可能だそうです。だったら使いどころ結構ありますよね。なのでこの使い方はポボに限らず au のね他のサービスにも適用してほしいぐらいですね。この使い方はねいいと思います。選べるっていうのは基本料金を下げて、いろいろサービスはちょっとなくすけど、選んでその日だけ使いたいとか、この月だけ使いたいとかってできる仕組みにうまく持っていこうとしてるのかなという感じを au から受けます。なのでこの中だとまあ後出しだったんでっていうところもあるんですけども、やっぱポボを選択するのが今のところ良いかなという感じはします。あと言い忘れたんですけど、全部ねドコモはきちんとドコモ回線だし、 au はきちんと au 回線、ソフトバンクももちろんソフトバンク回線なので、やっぱりねここだと左の3社ですかね、3社は品質的にはちょっと高いものになっているとは思います。その辺はねサブブランドにしなかったんで、きちんとそのキャリアの通信品質で話せるので、その辺は心配ないかなと思っています。説明はここまでですけども、どうでしょうねこれね、結構ね au がね先ほども言いましたけど後出しだけあって、ちょっとねいいプランにはなってますよね。まあでもこれによってで、もしかしたらアハモもソフトバンクも何か考えてくるかもしれないですよね。もう絶対みんなね横並びで来るってみんな絶対考えてたはずなんで、ここで au がずらしてきたっていうのはなかなか攻めますよね。っていうのは au がね前回ちょっと外した感じのプランを発表してしまったからだとは思うんですけども、これならかなり好意的に受け入れられてるんじゃないかなと思います。ただねこれだけ安いんだけど、全部安いんだけど、これ例えばじゃあドコモ今使ってた人がじゃあ au 安いから行こうとか、ソフトバンク使ってた人がドコモの方が良さそうだなとかっていう風に映ることはほとんどないと思ってます。基本的には引き止めですよね。 au にいる人が au にいればこのプランにも移れるな、ソフトバンクにいる人はソフトバンクでこの安いプランに移れるなっていう安心感があるだけで、おそらくそうそうは移らないと思ってます。移る可能性があるとしたらポボですよね。これだけはちょっと安いので、もう本当に安くしたいんだ、ちょっとでも安くしたいんだ、そしてデータ使い放題は使いたい時だけ使えればいいんだ、電話かけ放題も使いたい時だけに使いたいんだっていう人にはやっぱりポボが向いているので、そのくらいもう自分で分かっててこだわってる人じゃないといろんな労力をかけて移るっていうふうまでいかないのかなという気はしております。あと気になるのはあれですよね、 5G っていうところが使えるで、 5G のエリアがどんどん広まってきたっていう時にこの 20GB っていうのが足りるのかどうかっていうところですよね。もちろんね近々の話ではないんですけども、 5G にどんどん対応してくるとアプリの容量とかも大きくなったり、動画の画質も上がったりした時にこの 20GB で足りるかっていうのはちょっとありますね。まあそういった時にねもちろんその使い放題とかっていうこれの上位プランがあるとは思うんですけれども、なのでまああくまでもね携帯料金を安くせよっていうところに応じたプランになってるとは思います。バリバリに使いたい人はやっぱりね各社に存在する MAX のね使い放題プランを使うのが一番いいとは思ってます。ただ楽天に関してはね本当に無制限だし、これはね広まれば広まるほどお得さが広がっていくのと、楽天モバイルは今無料ですからね、しかも入ったら1年間無料です。
です。これ本当に無料です。私入ってますけど、今までお金、契約事務手数料しか払ったことないです。なので、まあもうすぐ終わっちゃうんですけども、金額面だけ言えば一旦楽天モバイルが一番お得ではあります。なのでまとめると、ドコモとソフトバンクはほとんど同じです。あまり特徴はないかなと思ってます。強いて言えばドコモが海外に強い。ソフトバンクは LINE に強い。で、面白いところでは AU ですね。AU ね、やっぱりそのトッピングの考え方。プラスしてかけ放題。プラスしてデータ使い放題。これは面白いですよね。そしてとにかく安い楽天モバイルですね。エリアとかいろいろ問題はありますけれども、1年間無料っていうのはもう1年間使うだけはとりあえず無料なので、これは一旦かなりお得だとは思います。それ以外ね、専用アプリ使えば通話は無料だったり、ちょっとね、面白いとは思ってます。まとめるとそんな感じだと思います。皆さんもね、あんまり通信料使わないんであれば、どのキャリアでも基本的にはお得なプランだとは思います。なので、これをね、検討してみるのもいいかなと思いますので、ぜひいろいろと見てみてください。もしね、ご質問等あれば言っていただければ、分かる範囲でお答えしますので、ぜひコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。今後もこういった比較とか、Apple の最新情報の方を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をして、今後の動画でもお会いいたしましょう。それでは、さようなら。